ずいぶん秋らしくなって、はい、いい季節ですね。こちらにあるのがですね、ネットで買った苗なんですけどね、花友で一部売ろうかなと思ってます。で、うちに来てですね、まあ、あれですね、カット苗というか抜き苗ですね、それをこう、来てから置いて、これがどうですかね、今20日ぐらい経ったんかな、こういうふうにボラ土だけ、ボラ土オンリーにこういうふうに置いてます。で、20日ぐらい経って随分ね、置いとくだけで見てください、こんな感じで根が出るんですよね、雨に当てたり当てなかったりね、それなのにこんな感じでもうね、かなりこう土を噛んでるというか、はい、いい形になってます。来た時は少しね、なんか、なんていうの、徒長じゃないんやけど、こんな感じでしたかね、こんな感じだったんやけど、だんだんこうね、いい形になってきました。風が結構吹くので聞き取りづらいかもしれませんけど、ちょっとですね、見ていきましょうか、こんな感じか、置いとくだけでも随分違うというね、そういう動画にしようかなと思いますけど、見てください。はい、だから、今の時期は本当こういいのでですね、あんまりそう こだわらなくても一時的な発根というか、それはこういうふうに置いとくだけでもですね、随分変わってくると思うんですよね、ちょっとこっちにと、これね、これモンローね、こちらモンロー、これピンクシャンペン、はい、これあんまり出てないですね、枯葉がすごくあったなと思って見てたんですけど、こやつを取ってね、全然出てねえか、まあ中にはねこういったのがあります、出てないのがね、ちょっとこういうふうにね、薄皮というか表の皮を剥くだけでもまたさらにね、そうするとこう発根しやすいのかなと、これとかねこういうふうになってます。だん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 こう閉まってきますね。これ少しね、雨こう野ざらしっていうかそういう風にしてたんですけど、こういう感じ。多分ね、ほとんど発根してるんですね。だからこれを、何個かセットで、こう、なんですかね、多肉弁当みたいな形で売ろうか売るまいか、ちょっと考えてるんですけどね。はい。これもこういう感じね。置いとくだけでもこう。本当になんかあんまりこう気を使わなくてもいい季節ですね。これもちょっと枯れてるので、こういうやっぱ外場を置いてて枯れてるやつっていうのは、さっきのそれもそうでしたけどね、あんまり発根が進んでないから、自分のこうね水分を使うからこういうふうにね枯葉が出てきてるんですよね。少し出てきてますけどね、こんな感じ、少し出てきてるものの、はい、他のやつみたいに、ね、根が出てないので外葉が枯れていくんでしょう。他はないですね。他はいい感じやな。ね、こんな感じ。だから、このまま植えてね、もう新しい根が出てるので、このまま植えていけば、すぐね、根付いていく、そういう感じになると思います。こっちにもね、もう一個あるんですけど、ちょっと移動。こうですね。ここが奥のこのブルーエルフはもう以前からのやつなんですね。で、夏とかそのままだったんで、すごい枯葉の量が、まあ、ピンセット持ってきてないからあれですけど、うわすげえ、うわ取ってみるか、もったいねえけど取ってみるか、うわ見てください、こんな感じね、海流だけでもこういう風になる、ね、根がいっぱい、乾きやすいからより水を求めてね、こんな感じになると思います。いいですね、はい、まあ、まだまだこう形は良くないですけどね、形は良くないんやけど、こんな感じでねなってます。ちょっとやっぱ水気が足りないからこういう風にね外葉かなりねこう枯れてますけど、こういうやつ、これはもう何ヶ月かね置いてました。ここら辺がどうかな、
あ、これもそうやな、以前からだった。これはマルガンってやつ。同じ感じでもこういう風にね、こう色合いが変わってきてますね。あ、これとか、こういったの枯葉ちょこっとあるけど少ないでしょ。これちょっとどうかなって思うやつは、ほら、ね、枯葉ばっかりで発根ができてない。だからこういう風に置いてて、やたら枯葉が目立つなって、そういうやつっていうのは、こういう風にね、発根がされてない。そういう判断がね、できるのかなという風に思います。小株がここからね、出てきてますけど、はい、こういう感じ。またこれも、ちょこっと、薄皮を剥くイメージ。ね、そこを剥きましたよね。こんな感じでまた置いときましょう。こういったやつはね、根付いてるやないかな。水をよく吸ってるから、ね、これに比べて、これ吸えてないから赤い。これ吸ってるから、緑色っていうかね、そういう感じがあるんやないかなと。これ一番赤い。赤いけど、これは吸えてる。吸えてて、さらに水が欲しいんやけど、水が少ないからこういう風になってるかもしれませんね。これは吸えてて、これ橋だから、水がちょっと足りないでしょうね。これ中央なんで結構ね、水を吸えてる。そういう感じじゃなかろうかなと思います。で、ここが、マルガン。あ、同じマルガン。これ一緒なんですよね。一緒なんやけど、こっち前からあったからこんな感じ。これが最近置いたやつやから、これ前からかな。最近置いたやつやから発根してるか怪しいけど、やっぱ出てますね、こういうのね。うん。だから、買って、さあどうでしょう。20日。20日、それぐらいでこういう風に出るんじゃないかなと思います。だからよくお店、四国沿いの萩さんのとことかは、カルタをポンと置いてますね。カルマに、自分はカルマじゃなくて、ここら土をここにこうポンと置いてるだけですけど、カルマに置いて販売してるケースも結構多いですね。四国沿いさん以外でも見たことあるかな、はい、これもね、こんな感じで出てきてます。はい、ですから、こういうふうにね、量が多い時とか、こういったやつというのは、今本当、ね、春と秋がいい時期なので、はい、こういうふうに置いとけば、随分ね、発酵します。だから同じものでも発酵のスピードはまちまちなんですよね。うん、これはちょこっと出てきても、ね、より水を与えながら、やっていくとですね、こんな感じで、はい、地方を発酵していきますんでですね、今は本当こうお迎えにいい時期です。作業にいい時期、はい、全てがいい時期なんでですね、夏にちょっとこう、焚き火に対してこう熱が冷めた方もいるかもしれませんけど、今はね最も楽しい時期なんで、はい、くじけずですね、頑張っていったらどうかなということで、今日の動画を終了したいと思います。動画をですね、いいと思っていただきましたら、チャンネル登録とか高評価していただけるとありがたいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。